天下店。車検満了1ヶ月前。整備します。明日行こう。やるとこ何にも。水が膨張したときに、水出口ね。ここのピューってピューってなって、もう我慢できないよっつったらピューってここからプー。ピペットここから88キロパスカル。日産モーターコーポレーションリミテッド。暑い時に開けちゃうと、圧力が出ちゃうと、ビャーってバーンって当たるんですけど、安心してください。ブシューって言って、こう、やけどはしますけど、外れないですから。押して回すと、外れますから。ダブルアクションになってるんで、安心してください。クーラー。あ、プシュっていった。高圧、はい。じゃあ低圧、ローか。そういう、細いか太いかですね。ファンベルトもないし、本当にやることないですね。あ、ウィンドウォッシャー補充するとか、エンジンオイルないですしね、ガス製のオイルもないですしね、これ ABS ですね。あとホーンが鳴るとか、なった。あとワイパーゴムがこの間変えたんで、あとタイヤとブレーキぐらい、あとウインカー、ブレーキランプと、それか、ぐらいか、終わり。下回りって言ってもね、油が漏れる要素もないです。しょうがねえな、これ。アブそばとかそんな程度。ベアリングロッドのラックブーツが破れてないかとか。これ外さなきゃいけないかな。うわっ、パーゴムが後ろ切れてらっしゃる。オッケーですね。エンジンじゃないか。なんか掃除しといて、こんな感じで。足周りもこんな感じ。パシッ。8万キロ、いや9万キロ乗ってまだまだブレーキパッド残ってます。5年で10万キロの目標達成しかねました。価値は下がりますから、物は使ってなんぼですもんね。やるとこは、なんか、第1位。おぉ、これか。いや、わからんわな。ZE-06。グラファイトワイパーゴム。つきました。これ、はい、グラファイトライパーゴム。グラファイトライパー替えゴム。ゴミナンバーと、ついてんのこれ。ついてますね。よっしゃ。ラッパのマークの正露眼が見えないって。ラーメン食いに行きましょう。それルーフキャリアだけど単車ないかな。TV がオールドウィングステーキ、ステーキ、メロン、メロン、ステーキ、ステーキ、メロン、メロン、ステーキ、ステーキ、メロン、メロン。次でお待ちの2名様、ラーメンお兄さん、お待ちどおさまです。
Let's go. Two, three, four.オッケーラ。この裏面には電子部品 IC チップをチップが入っててんすよ。これそのうち人間の体にもチップが入る時代が来るということですね。自動車検査所 EPC カードをまた2年後ですね。ずっと口の中がラーメンフグちゃんの方がずっと絡みせに見える。ちっちゃ、これ車検証ですね。ちっちゃ。お疲れ様でした。青いシール、ミシン B を担任、ミシン A を代替使用できた。こいつ、こんな感じか。あ、いいですね。ハチ、ヒビ入っちゃったな。